こんにちは、どうも、監督と申します。本日もウィニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。今日はね、試合の動画はないんですけれども、まあスカウトのね、組み合わせでまあオークションいらない、まあオークションなしで取れそうな、スカウトの組み合わせ、をまあ5つ紹介していきたいと思います。はい、非常にね、落ちてるね、落ちてるというか持ってるスカウトでね、取れたらラッキーみたいなね、選手たちご紹介していきます。まずは、星4ですね、ちなみに全部ね金玉の選手です。シドクリーグイングランド、中南米、地域大陸中南米、はい、これはねいいですよ。そして星4フライパースないぞ、フライパースあった、はい、これで3分の1まで絞り込むことができます。ダビド・ルイス選手、3分の1やったらね結構楽でしょ。はい、こんな感じですね、ダビド・ルイス。まあ僕2017ではね、結構使いましたね、重宝しましたね。しかもねスキルが結構あるんでね、でなんか能力高い、はい、非常におすすめの選手。次組み合わせいきたいと思います。これはね前にね一度やったことがあるんですけれども、まあ一応ね、紹介しておきたいと思います。所属リーグアジア、いやちょっともうちょっと発音よく言うか、アジア、オッケー、ポジション、ライトウィング、そしてプレスキック、能力プレスキック、この選手もすでに僕ね、スカウトの組み合わせ手に入れました。どこやプレスキック、はい、これで復帰選手が確定します。確定なんでね、かなりいいですよね。あとはね、ここの、プレスキックのところ、グランダーパス、能力グランダーパスないぞ、グランダーあった、グランダーパス、これでも確定。あとは能力フィジカルコンタクト、フィジカルコンタクト、噛んでも進む、はい、これで復帰選手が、確定します。上海上皇集団合ってるかな、はい、キック力あるんですけれども、そんなにね、パンチの効いたシュートは飛んでいかないですはい、次の組み合わせいきたいと思います。次ですね、所属リーグイタリア、これいけそうやねんけどな、所属リーグイタリア、そして地域大陸アフリカ、さらに年齢30以上、はい、これで3人まで絞り込むことができます。メフディ・ベナティア、はい、ユベントスに所属してます。まあ身長がね高いです、188cm、微妙か、そんな高、まあ高いっちゃ高いけどな、はい、2017に比べて能力がちょっと落ちましたね、おそらく、はい、あとの選手たちはね一応まあ銅と白なんで比較的簡単に取れるんじゃないでしょうか。さあ次行きたいと思います。これも一度ちょっと紹介したことがあるんですけれどもね、まあまたねその動画見てない方のためにももう一回ねやっていきたいと思います。ライトウィング、そして決定力あるか、あれどこ行った、あった、はい、テオ・ウォルコット、はい、スピードの、まあアンリ2世と、ね、呼ばれたこともありましたね、まだもう結構長いです、アーセナルにずっと所属してます、はい、まあ、ご存知スピード瞬発力が、ね、非常に高い選手となっております。次の組み合わせいきたいと思います。はい、この選手結構持ってる人いるんじゃないでしょうか。所属リーグポルトガル、そしてポジション ST、 そして年齢30以上、はい、これ確定です、ジョナス選手、はい、いいですよね、ジョナス選手、ラインブレーカー、うん、能力も高いで、コンディション安定度がね高いんでね、まあライブアップデートがないときね、
非常に重宝できする選手です。いいですね。はい、あとはね、この30以上のところを決定力に変えても、決定力、はい、これでもまあ確定しますね。あとはオフェンスセンスやったら 50% かな、半分、2分の1、ボールコントロールでも2分の1だったと思います。はい、まあ、一応やってみようか。あう、間違えた、オフェンスセンス、あ、3分の1か。ガブリエル・バルボーサとかおんで、ここ、これはいいな。バルボーサでも微妙やな、そんな、あ、でも高いわ、上限レベル67。この選手またね、調べておきたいと思います。一応ね、なんかウィニングイレブン2017かな、そのぐらいの時にはね、あのコナミのなんかサッカーゲームのアンバサダーになったんですけれども、最近めっきり聞かないですよね。はい、ということで、以上スカウトオークション、なしでも取れそうな、金玉選手の組み合わせご紹介してきました。最後までご視聴ありがとうございました。